第2章、2005年12月5日、空白の10年。食事、始め。囚人番号1240。手紙だ。え？この10年で初めてだな。お前は明日で仮釈放だ。待ってる人間がいるってことか。おやすん。で、三代目、今日は一体何の緊急幹部会で？奴から緊急の議題があるそうだ。お前が？おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。直系組長の皆さんがいるこの場で三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？なんじゃそれは。初耳です。どういうことなんだ。100億って言うたらお前は。やかましは。おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どこからだ？関西五代目近江連合の寺田です。何だその関西。まずいじゃねえか。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は。ああ。ふざけんな。登場会25,000、死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたらどんだけの血流れてるか分かっとんのか、こら。島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ。この件は登場会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい待てや。そんなんで納得いっかい。会長、三代目。10年、お前のいない10年で東城会はすっかり変わった。お前を迎えに行くこともできん。錦山のこと、弓のこと、お前と会って話したいことが山ほどある。伝えなければならないことも。スターダストという店がある。その店のオーナーをしている和樹という男に会ってくれ。話は通しておく。風間慎太郎。
ターダストへ行くぞ。情報通の田村はまだ町へだろうか。奴なら何か知ってるに違いない。ちょっと探してみるか。歌舞伎町に来ましたね。10年越しのか。いや、なかなかだな。錦もだいぶ変わっちゃったみたいで。いや、とりあえず行くところが劇場前とか、とりあえずまっすぐ行けばいいのかな。行ってみようか。あ、話しかけられるじゃんね。親殺しの楽園をね、作られてしまったからな。10年越しの怖いですよね。何かこの先の雑居ビルでヤクザの抗争があったみたいですよ。なかなかやな。まあ、ここの歌舞伎町イコール神室町はそういう街だから、まああって当たり前なのかな思ってたりするけどさ。とりあえずまっすぐ行き、お、なんだチンピラの阿部。なんだ、絡んでくんなよ。おい、あんた見かけねえ面だが何してんだ。普通のチンピラじゃないのか。よくさ絡まれるエンカウント系の。お前に関係ないだろ。あるんだよそれが。おっさんさ、どう見ても普通じゃねえよな。何探りに入りに来たんだ。まあ普通ではないよなお前にもそれは分かるのか。田村ってやつを探してんだ。別に俺は関係ねえ。スターダストって店を探してんだ。まあ、スターダストっていう店知りたいからな。別に田村探さなくていいよな。スターダストって店探してんだ。スターダスト？ホストクラブが何かの名前か？さあねえ、まあ情報屋なら知ってんじゃねえか。お前この町の組だろ。スターダストの場所くらいわかんだろ。頼むで。そうか、じゃあ用はない。じゃあな。帰らせてくれ。ちょっと待てよ、おっさん。まあそうだよね。すんなり行かしてくんですか。いいじゃねえかよ。お前がボコられるだけだぞ。なんでそんな店知ってんだ。探してんだか。ますます怪しいな。ちょっと顔貸してもらうぜ。嫌だと言ったら？嫌だと言ったらどうなんだ。お前が痛い目に見るだけだぞ。じゃあねえ、仕方ねえな。ちょっと痛い目に遭ってもらうぜ。その言葉をそっくり返してあげよう。VS 阿部。町のチンピラ。町のチンピラだったらマジでスターラストの場所わかんだろ、お前。しょうがねえな、もう。自転車とか、あ、いけるじゃん。ほらよと。あら、何？おるし、やるな。阿部よ。はい、これ、あげるからね。プレゼント。自転車アタックよ。自転車のヒートアクションとか、いけるかなと思ったけどさ。思ったけど、よいしょ。ヒートアクションが溜まってないんで。まあ、自転車で許してあげようじゃねえか。さ、どうだ？自転車、痛かっただろ。まいた、あんた何者だ？まあ、10年経つとみんな忘れちゃうのかな。堂島の竜、桐生一馬という。ちょっと親殺しの楽園もつけられてしまったけど、知らない方が身のためだ。お前にとったな。お前の方こそ何やってんだ。俺はこの辺の仕切りやってる親分さんから見張り頼まれてたんだよ。今日は殺人事件もあったし、怪しい奴がいたら片っ端から声かけろって。まあ。怪しいのかって言われるとまあ若干あるか。極道の面ではあるからな。そうなのか、まあいい。ならお前この辺の情報屋の一人や二人知ってんだろ。まあ。今この辺で有名な奴は青木って記者だよ。あ、田村じゃないんだ。劇場前の広場に今日もいた。わかった。お前ももう下手な真似すんじゃねえの。最後の脅しいらないけど、まあや。桐生さんの、あれかな？優しさでもあんのかな？俺だから、この程度で済んだんだからな、みたいな。そんな感じかな？はい。まあ、最後の胸ぐらはちょっとかわいそうでもあるけど、まあ、それぐらい怖いんだぞ、この街はっていうことよ。なんだ？小牧の弟子？見たところ、あんたはまだ力が使いこなしてないように見える。マジですか？さっきの戦い見られた？武器使ってるようじゃダメだったかな？あんたが知らなそうな項目はこんなところか。急だな。まあ、そういうあんたは何者なんだ。急だぞ。そういうあんたは何者なんだ。わしはこの辺で有名な武術家小牧宗太郎の弟子の大木じゃ。さあ、他に聞きたいことはあるかな。大丈夫です。大丈夫です。小牧さんの弟子。そうか、何か分からないことがあったら聞いてくれ。一応これを渡しておこう。参考にしてくれ。なんだ、小牧の弟子の一口メモ。一口メモか。ありがとう。使うことはないだろうけど。
まあ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 行きますかね。じゃあまっすぐで行くか。ここなのね。これこの方、あんたいい情報あるんだけど買っていくかい。何の情報だ。何の情報か教えてくんねえとわかんねえだろよ。え、ただってわけにいかねえよ。そうだな、1000円でどうだ。1000円、ふざけんな。とりあえずその情報のネタを知りたいのよ。ふん、そうかよ。じゃあ教えてやんねえよ。んだよ、しょうがねえな。何か教えてくれたら別にさいいんだけどさ。いや、何の情報だ。え、ただってわけにいかねえよ。そうだな、1000円でどうだ。まあいいだろう、1000円だよ、特別だぞ、可愛い金額だからな。あ、サンキュー。どうも、死んだってのは登場会の幹部らしいぜ。何、なかなかよね。あそこのさっきのさ、冒頭じゃない、ムービーシーンで幹部の会議があったけど、それの誰からの。ああ、金絡みの内輪もめらしい。内輪もめね。そういえば10年前にも似たような話があったよな。そうなるよな。まあ俺が知ってるのはここまでだ。それじゃあな。なんだ、まあ誰かとはわからないってわけだな。ってどこにいた、その記者は。俺かな、あれ青木だっけ。メガネかけてたっけ。そういえば、おい、お前青木か。ん、あ、桐生さんですか、同時幕組の。そうだ、覚えていてくれたか。実は久しぶりに町に帰ってきてな。10年だよ。長いよ、お勤めご苦労様でした。10年長かったですね。長いな。20から30になるってわけでしょ。ちょっとやだな、年を感じるよな。お前、俺が無所に入ったの知ってるのか。そりゃ当時この町にいた奴らは全員知ってますよ。堂島の龍が親を殺したってね。一時はその噂で持ちきりでしたよ。そうだよな、そうだったのか。ところで田村の奴はどこに行っちまったんだ。いや、田村さんなら5年前にお亡くなりになりました。なんだって5年前ってだいぶだな。何があった。田村さん、10年前のあの日から桐生さんの事件を追い続けてたんです。ああ、相当桐生さんのこと好きだったんだもんな、多分な。絶対に桐生さんは親を殺すような人じゃない。その通りだ、田村が正しい。まあ錦をかばっただけなんだからな。記者でもないのに強引な聞き込みとか繰り返してました。まあ情報を扱うものにとっちゃ当然 でかいネタだったんですが、ちょっと田村さんは普通じゃなかったですね。それで5年前突然田村さんが町から消えたんです。そして1週間後海からコンクリート詰め。なかなかえぐいな。ヤグザか、詰めされた遺体が上がった。多分知りすぎたんでしょう、そんなことが。コンクリートイコールやっぱそっち系の組織だもんね、絶対ね、その始末的にね。俺も田村さんにはこの町のネタを多くもらっていたし、数年間はよく一緒に行動してたんで恩があったんですよ。それで田村さんの代わりにこの町のネタを集めてやろうって思いましてね。青木、頼むぞ。じゃあ今じゃこうして記者兼情報屋になっているわけですよ。で、桐生さん、何か情報が欲しいんじゃないですか。ああ、まあなんか騒いでたんでしょ。まあセレナ、セレナのこと聞く？セレナってまだあるのか。ちなみにレイナのな、セレナですか。まあありますよ、10年前と変わらない場所にね。おお、10年間守ってんだな、お店をな。でも今日は営業しませんね。ちなみに錦とか出入りしてんのかな。ママのレイナまだいるのか。ご健在ですよ。今じゃ馴染みの客が来る時だけ店開けてるみたいです。おお、常連の方だけみたいな感じかな。私も一度だけ田村さんに連れられて飲みに行かせてもらったんですが、いい店ですね。最近のこの街じゃ珍しくゆっくり酒が楽しめる店ですね。そういえば、さっき仕入れの業種が出入りしたんで、明日は営業するのかもしれません。時間があったら行ってみたらどうですか。ああ、それはちょっと顔出そうかな。あれスター出すと知りたいんだよ。ああ、ちなみに中道通りは何かあったの。中道通りで何かあったのか。ああ、あの騒ぎですか。正確な情報はわかりませんが、登場会の幹部クラスが中道通りのビルの一室で殺されたらしいんです。何？幹部？まあ、さっきね、1000円払って聞いたけどな。警察前だけ来るってことは相当なおもろでしょうね。ぶっちゃけ10年前の事件を思い出しますよ。そうだよな。堂島さんが、まあ、堂島組長は大幹部だったらしいからね。死んだ時もあんな感じでしたからね。誰が殺したんだ？いや、まだそこまでは。まあそっか。まあ逃げるよな、やったんだったらな。桐生さんはその場にいたわけどさ、まあすぐ捕まんじゃないのかって思うけどね。そんな甘くないもんな。でも話によるや内部抗争なんじゃないかって言われてますよ。
まあ桐生さんがいなくなってからの登場会はいろいろ揉めてましたからね。空白の10年何があったんだ一体。これ一回変えなきゃいけないんだよな。スターダストだ。スターダスト教えてくれ。ああ天下一通りのホストクラブのことですよ。ホストクラブ、ええ、10年前じゃ天下一通りにホストクラブなんてなかったでしょうが、今じゃ裏通りから表通りに進出してきてるんですよ。なるほどね。中でもスターダストは今一番人気があるホストクラブなんじゃないですかと。なるほど、一番人気のホストクラブで、ちょっとねそこに行かなきゃいけないってわけな。そうなのか。桐生さんが10年前に通ってた、セレナのちょうど反対側くらいに店はありますよ。わかりやすい。行けばすぐにわかります。じゃあ行くか。うん。スターダストか。行こうじゃねえか、ホストクラブへ。桐生ホストクラブ、なんだ。なんだよ、あんた今俺につまんねえことほざいてたの言ってないって。なめてんじゃねえぞと。おい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 。こちら的にも、やりたくないんだけど、早くスターダスト行こうと思ってたのによ。これが、無駄に絡まれちゃうっていうチンピラのやつですね。早く終わらそう。めんどくせえな、本当によ。よいしょ。はい。よいしょ。もう、めんどくさいからな。頼むで。絡まんといてくれ。はい。あんたは本当に何も言ってなかったのか。そいつは悪かったな。ふざけんな。お、3000点入れるな。ラッキー。まあ、それで許してあげる。まあ、さっきの情報1000円払ったから2000円のプラスだね。オッケーオッケー。行くぞ。あ、まだいたの。弟子。小牧の弟子。よし。じゃあ、こっち行って。あー、なんか、体力回復しとく？とりあえず。牛丼屋行くか。牛丼屋。よっしゃっせー。さっき3000円の儲けが出たので、牛丼並みでもいただこうかしらね。美味しい牛丼。美味しいかどうかわかんねえけど、経験値もらえるんだ。ありがとう。またよろしくお願いします。じゃあまた来るよ。大盛りと特盛りもね、食べとかなきゃあかんからな。いつかな。そのうち来るわ。じゃあスターダスト、セレナの、おっと、これ絶対チンピラでしょ。こいつ。逃げるよ。逃げるからね。無駄な戦いはしたくないんで。こっち側だよね。ん？これか。これだな。スターダスト。うん。入ってみよう。えい！お前何してんだ！店に何か用があるんですかね。オーナーの和樹に用があるんだ。なんだ。どこの組のやつだ。あ？島の組だろ。俺らは誰の世話にもならねえんだよ。何の話だ。俺は和樹を探してるだけだ。どの組の人間でもない。ざけんなよ俺。一目見りゃわかんだよ。どこどう見たって極道もんだろうが。てめえ何企んでやがる。和樹さんに何しよってんだ。おいおい、別に俺はお前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだよ。なめんなよ俺。奴だっていや何でも片付くと思ってんじゃねえぞ。この町でもな、ヤクザの言いなりにならないで自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくとも和樹さんはそうやってのし上がったんだ。てめえらヤクザに和樹さんの邪魔をさせねえ。だから俺はヤクザじゃねえって。人の話聞かない奴だな。うっせえ。俺はこの店、命がけで守るんだ。スターダストの男、ちょっとイケメンなのかわかんねえけど、やるしかない。和樹のことが相当尊敬する。おっと、やるね。あ、やっぱり体力取れないもんね。よいしょ。いろいろ使わせてもらうよ、せっかくなんでね。これ、金タクシャー出せないかな。出せないか。この看板強い。スターダストの看板使わせていただきますよ。せっかくね、破壊を、看板破壊しちゃったけど。おっと、自転車、よいしょい。武器を使っていくよ。なんか、あ、なんかあるじゃん。ロング鉄パイプ。ダッサいな、なんか。ホストなのになんか左足にさ、チェーンつけてない。これちょっとダメなんじゃない、ホスト的には。
あんま良くないぜ。飛び込んだ敵にしっかりとボディブローやらしてもらいます。よいしょ、はい、あの次、おう、おう、やるね。ダイナミックだな。よいしょ、痛いだろボディ。ほんと左足のそのチェーンロックダサいで。くそ、ユウヤ、何やってんだお前。すいません、カズキさん、このヤクザが。堂島のキリュウさんですか。ああ、失礼しました。風間さんから伺ってます。どうぞ中へ。スターダスト、ポスト、やっぱこういう写真を最初に看板か入り口に見せて、あれ出ちゃった。あれなのかな、やっぱり指名をするのかな、この方でお願いします。いらっしゃいましたよ。中2階のお席でお待ちください。すぐに和樹さんが伺いますので。いいんすか。なかなかいいお店だね。ここは広いね。こういう感じなのかな、ホストクラブって。行ったことないから分かんねえけど。お、なんか話しそうじゃん。うん、ホストね。お客さん、オーナーのお知り合いですか。うん、まだ一回も出会ったことはないけど。俺らこの店のホストはみんな和樹さんに世話になってるんです。おお、そうか。じゃあその方とね、しっかりとお話ししようじゃねえか。上にいるらしいからね。すいませんでした、俺てっきり。いや、俺のミスだ。本当に、なんてお詫びすればよいか。気にしないでくれ。それよりお前、風間のおやっさんとはどんな関係なんだ。ユウヤ、外してくれるか。はい。風間さんにはこの店開いた時から世話になってます。見かじめも取らず、商売のいろはもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです。今この店があるのもあの人のおかげです。そんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです。大事な人を迎えたいからこの店を使わせてほしいって。なんか国の方には秘密ということで。そうだったのか。それでおやすさんは。先ほど連絡したんですが、例の会長の件で身動きが取れないと。会長の件、何かあったのか。ええ、東条会三代目世良会長が殺されたんです。何。昨日の深夜のことです。犯人はまだわからないんですが、ニュースでもさっき。何が起きてるんだ。わかりません。ですが、堂島会長が亡くなって10年、今じゃ同じ東条会の組同士が水面下で町の利権食い合いしてるんです。堂島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました。他の組も手出しができないでいたんですが、数年前内部から裏切って風間組を割った人がいたんです。誰だ。それは。おら、オーナー出さんかい。どなたですか。もうちょうどいい時にな、邪魔入るね。島の組の連中です。見かじめ目的の嫌がらせですよ。なーにしに来てんじゃ。ここは俺たちに任せてください。和樹、どうやるんだろうね。ちょっと見物ですね。ゆうや、ゆうや頑張れ。その前に話しかけてみようかな。守ってくれてんのかなこの人たち。ん、話せるのに。ゆうやが黙ってくれればいいけど。黙るわけないじゃん、ゆうやが。絶対。くそ、また来やがったか、クソヤクザが。島の組ね。あの、スキーヘッドの組のとこっすね。ゆうや、お前どうしようって言うんだ。すいません、騒がしちゃって。なんとかして追い払いますから。どうせ暴力だろ。ダメだぞ、暴力は。わしらは連れの同伴してるだけなんやで。関係ないやつや、引っ込んどれや。引っ込んどれや。出れなそうだね、もうこれで。ちょっとの間、おとなしいシートレイヤー兄ちゃん。お前らわかんないの、キリュウってこと。島の組でしょ。
わかるべ、さすがに。はいよ。なんやねん、てめえは。わしらはオーナーにしか用はないや。引っ込んどけや。まだまだだな。若衆か。じゃあ、キリュウのことわかんねえのか？ 10 年経ってるから。すみません、キリュウさん。かっこいい。これはこれは。ようやくオーナーさんの出ましですかい。島野さんのところの方ですね。まあね。うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど、そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから。てめえら、みかじめせびりに来たんだろ。いいよ。今日は飲みに来ただけやから。嘘だ！酒飲ませろって言うとるだけやろが！すみません。大事な客人が来てるんです。今日のところは、これで。まあ、言ったな。ほんまそんなつもりやなかったんやけどね。和樹さん、何やってんすか。俺はやっぱり納得できません。そんなクソみてえな連中に金払うなんて。言うや。クソやと。おい、こらガキ、今わしらんことクソ言うたんか。言葉が足らなかったぜ、クソイカだ。なめんなクソガキ。言うや。なや、お前は。カズキ、ユウヤってやつの言う通りだ。こんな奴らに金を渡す必要はねえよ。はい。ふざけとんのか、お前ら。おい、店ごとぶっ潰せ。おっと、来た。登場会直系、島の組若衆。お前ら、マイク使ってんのさんと、お前ダメだよ、スターダストの。お前ちょっと待って、体力やばい。回復アイテムとか俺持ってるかな。一個もない。これはまずいぞ。これも丁寧に戦わなきゃあかんで、痛い。かかってこいや。これ無理じゃん絶対。ちょっと待って、なんか落とすのしないかな。回復アイテム上とか、上とかに頼む。何かしら、お、あるじゃん。よかった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 。死ぬで。回復アイテムとかお店とかで行かなきゃいけないんだよな、多分な。ねえ、ユーヤとかいるからなんとか助かったけど。よし。さあ、このスタンド使ってうまく倒していくか。助かったぜ。よーし、フルスイングの極みしたかったんだけど。あれ、あとお前だけか、もしかして。エンジン切ってやったな、もしかして。よいしょ。あ、まだいたか、さすがにいたか。よいしょい。はい、よいしょ。はいよ。あと誰だ、お前だけか。よいしょい。あのせい、ジャバッと使わせていただきますね。あと誰だ、お前か。スタンド使いか。ユウヤたちに任してもいいかもね、カズキとか。俺も一緒にやろう。ダイヤモンドで三角形で囲んでるからさ。リンチだったね、今ね。思い出した。あんた、堂島の組長を殺して無所行った。これは島野の親父に最高の土産ができたわ。キリュウさん、シンジ、何やってんだこんなところで。島の組の縄張りじゃねえだろ。次はねえぞ。本当にお久しぶりです。ああ、出世したようだな、シンジ。出世っていうか、キリュウさん、さっきの続きなんですが、風間組を裏切って内部を割った人。ああ、錦山さんなんです。錦だと。関西の五代目大見連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。大見連合。兄貴、俺は今錦山組の射程頭なんです。どういうことなんだ。兄貴、錦のおじきはもう昔のあの人じゃなくなっちまったんです。
だから風間のおやっさんは心配して組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです。真司、おやっさんは俺に話があると言っていた。すぐにでも会えないか。明日は本部で三代目の葬儀だ。おやっさんもその場を離れることはできません。それに100億の件も。何の話だ。東上会の金庫から100億抜かれていたそうなんです。緊急幹部会でその話が出た直後に三代目が殺されました。おやっさん、明日は葬儀場にいるんだな。ええ。まさか行く気ですか。でもまた島の組の連中に見つかったら。和樹。え？言うだけ無駄なんだ、こういう時のこの人は。おお、てか真司、なかなかだね。出世したんやな。でもちょっとあれだね、その黒いロングコートはあんま似合わないと思うな俺な。やっぱ中のシャツで登場するのが真司だろ。なかなか出世したようなんで嬉しいけどね、こっちはね。で、ありがとうございます。でもすげえ強いんですね。当たり前だろお前、堂島の竜だぞ。背中にね竜があるので、あ、一応荒れてるようには出てんだね、これね。ゆうや、お前もなかなかだったぞ。いやー、俺、すっきりしました。極度アレルギーだからな、ほんとにな。ヤクザ見ると、どうしても痒くなっちゃうんだろうね。これでしばらくはうちの店も平和です。ほんとだよな。あんだけ懲らしめたんだからな。シンジもね、いいところに出てきてくれたから。まあでも、キリュウさんのあれが分かったってわけだから、島の国もなんかいろいろ動きそうだね、正体がね。あんな喧嘩初めて見ました。島の国勝っちゃうなんてすごいですね。もう3人で頑張りました。だから、和樹と優也もね、やっぱり戦えるんだよね。できるポスト。戦えるポストっていいじゃん。もうこれぐらいか。じゃあ、和樹だ。和樹に話しかけようかな。さすが風間さんが見込まれた方ですね。本当に助かりました。ゆうや、和樹、お前もなかなかだったぞ。ありがとうございます。いやー、こちらこそ。よくね、みかじめを渡さなかった。渡したら終わってたからな、絶対な。さあ、信じよう。葬儀会場は登場会の連中が大勢いますから、兄貴の正体がバレるとまずいことになります。まあ、あれだもんね。本丸だからね。それはもうそこでバレてしまったらもう桐生さんの命がないよ絶対な。さすがに桐生さんとて正直何が起こるかわからないですから、できるだけの準備はしておいた方がいいですよ。もう準備はできましたか。いや、ちょっと待ってくれ。この準備という言葉はあれだね、回復アイテムとかいろいろ準備しないと。さすがに大きいイベントがありそうなんで、たくさんね用意しようじゃないか。お金はあるもんね。31,600円あるので。ちなみにさ、これ、まだ行けるところ限られてんのか。そっか、そうだよね。この辺とか行けないんだもんね。行けないから、やはりコンビニ、プラス、ちょっとあれかな。せっかくだから、牛丼を食べるかな。牛丼食べるか。この横は何だろう。あー、ジェラードショップなんてあるんだ。アイス。ちょっとアイスクリーム食べる。甘党かな、キリュウちゃんは。いらっしゃいませ。おー、だから31的な感じのところかな。じゃあ、バニラシングル。30過ぎた。もう40近いのかな、この時って。10年だから、経ってるからね。大体それぐらいだよね。バニラ、食べて。一人バニラを食べるキリュウちゃんですよ。いいじゃん。いいじゃない、関係ないもんな。うん。食べたい時に食べるのが。やっぱりな、男だよ。さて、ポッポ。ローソン系列なのかな、もしかしたら。コンビニね。なんか、いいね。ちゃんとなんか、本当にコンビニって感じする。おでんとかあんじゃん。おでん好きなんだよな、コンビニの。学生の時とかよく食ってたわ。あ、おでん盛り合わせあんじゃん。鮭おにぎり。高くね？鮭おにぎりって今200円すんの。あ、この時って2005年だけど。100円、100ちょっとで売ってんだろ、120円ぐらいで。いや、まあ、この辺、まあ、いらないか。鮭おにぎりなしで、幕の内弁当とおでんの盛り合わせを食べたらお腹いっぱいになるよな。リアルだと。これがサンドイッチ、特製焼きそば。ちょっと食べたいね。焼きそば好きなんだよね、基本的に。いや、肉まん。
肉まんいいな。日本酒、お酒か。キャットフードとかあるけど、これ食えないよね絶対ね。なんかのイベントであんのかな。ホットイエモン、イエモンね。あー、この辺はジュースか。ロープ、ロープ、どんなプレイするんだ。キルちゃん、あ、デカビタシー飲みたい俺。うん、個人的に、個人的にね、飲みたいので、まあこれやればいけるんじゃないかな。やっぱ焼きそば3つ買おうかな。で幕の内買っとけば、それなりに、それなりにいけるだろう。3250円、まあコンビニでね、体力回復アイテムを買えば、え、あれだよね、ちゃんと食えるよね。あー、でもボックスのあれが少ないのか。これに体力回復できるやつだね。そうだよね、多分絶対そうだよね。今は使う必要がない。そもそもあれだからか。よし、じゃあ一旦戻ってスターダストへ行くか。ここじゃないか、ここね。はいはいはい。で、あー、これ言ったら多分大きいイベントで長くなっちゃうと思うから、まあ今日は終わりにしようかなって思ったんだけど、能力強化っていうのがあるんで、これをちょっとやろうかな。経験値が、4回分できるのかなこれ。4668やるから、4回どれに振り当てようかなっていうところなんだけど、獣の心、獣の心、チャージ効く技だからあれかな。普通に通常のパンチとかのやつがチャージキックできるようになるわけかな。で、体力がヒートホースで、体力強化が1。一回これやってみようかな。ヒートホースって何ですね。おお、ちょっとだけ体力上がって、ヒートホースを取得した。何？いいね。で、体力2か。これ通常だ。え、じゃあ、一応1個ずつ上げとくか、これ。体力ゲージが赤点滅時に発動。獣の心、そんなのがあるのか。獣の心、体力が残り少ない時にヒートゲージが増加する、手追いの獣。なるほどね。危ない時に出るやつか。ヒートフォースって何なの。ヒート状態時に攻撃すべての力がある。お、いいね。ヒート状態貯めとけば攻撃力が上がるのか。じゃあ技上げとくか。で、チャージキック、チャージキック、そのまんまかな、そのまんまかな。チャージキックって見たいよね。しゃがみ状態からの気合の一発、持てないほどの重いものも蹴り飛ばせ。何それ。はうまく有効活用しないとね。資格をしばらく入力して話す。本当にチャージだね。 あと1個上げれんね。そっか、さすがにレベルが上がったら経験値の振り幅も上がるわけね。1500か、次使うの。どれにしよう。体力もちょっと上げたいよね。これだとちょっと少ないもんな。キックコンボ。武器のキア。なるほど。武器でヒートアクション出せんのかな、心って。もしかして。これにしようかな。武器持った状態でさ、今ヒートアクションがさ、バリエーション少ないじゃん。それやりたいね。ヒート状態で、三角での武器攻撃ができる。素晴らしい。これはちょっとね、大きい戦いの時には、ちょっと使えるイベントなんじゃないですか。イベントじゃないわ、ヒートアクションじゃないかな。ここにマイクスタンドがあったらさ、ここに、そこで撮ってサムネにしたかったけど、ないか。まあ、ムービーシーンのところでサムネ使おうかな。じゃあ、ちょっと終わろうかな。うん。あんな、まあ、これ見たもんね。じゃあ、まあ、ちょっとなかなかね、いい感じのところで終わっちゃうんだけど、多分次は、葬儀会場だから登場会大本部の本丸に乗り込んで、カズマの親父と話をしたいみたいだから、まあバレないようにいけるのかっていう。もう正体バレバレでしょ。だって堂島組長やった親殺しの烙印もついてるしさ、ちょっとなかなかだけど、どういう変装をしていくのかっていうのもちょっと楽しみなんで、うまくカズマの親父と会えるシーンをね、作りたいなとか思ってますね。プレイヤー側が操作するからうまくできるようにしたいなと思っております。そんな感じで今日は終わろう。ありがとうございました。バイバイ。